はいどうも、ついに来てしまいました方式級ディアブロス。すっかりね、存在忘れてました。次ディオレースで最後かななんて思ってました。こんなことはなかった。まだディアブロスさんがおりました。ちなみに星8の時は50戦ぐらいしました。よくやったなと思います。今回はどうでしょうかね。あれからだいぶ変わりました。最近大きく変わったのは親指です。もしかしたら一発で勝ってしまうかもしれないです。まあ黒指もう明日でねレベルアップできそうなんですよね。もうボックス圧迫してるんですぐにねレベル4にしたいと思います。とりあえずレベル3の状態でやってみます。レベル4になる多分前日だと思います。とりあえず様子を見てみましょう。方向が何秒だか忘れちゃったんですよね。とりあえずやっていきましょう。ポチポチ。これは長丁場になりそうです。こう来るよね。あどうなんだっけな。もう打っちゃえ。ああいけますねこれね。いけますいけます。ここで方向か。違った。ここか。だいぶ溜めるんだよな。オッケー。微妙だな。潜った。うわーこれ大変だ。これは大変だわ。全部弱点当てないとダメだわ。ちょっとでも当たったら即死です。すぐ打っちゃって構わないですねこれね。方向まで間があります。おお食らっていく。今のダメなのか。前でちょ次です。ちょっくら集中後にしてみました。連撃がレベル3からレベル2になりました。それがどう影響するか行ってみましょう。ポンポン打ちたい。うんいいよいいよ。そしてすぐさま打っちゃう。潜っていく。オッケーオッケー。いいよいいよ。方向来ちゃうな。オッケー。そして方向来るか。来た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 。おいいダメージ入ってく。オッケー。オッケー。怖い怖い怖い。ぐーずり。ずり。ずり。おおギリギリ撃破です。まあ撃破は撃破です。あそこで潜るのはずるいぜ。というかでね、2回目のチャレンジで撃破です。集中後がいいのかな。ずっと集中4でやってましたけどね。ちょっと考えます。受け取る。チャプター11、迫り来る脅威。あの砂漠の暴君をやっつけるなんてすごすぎにゃ。でもでも、こんな手強いモンスターまで現れるなんて、なんだか嫌な予感がするにゃ。OK。チャプター11、コンプリテッド。というわけで、チャプター12、ザーメクソラです。これでもう終わりなのかな。次、ディオレアがまた来ます。はい、今回は外です。そしてマスクをしてます。これは花粉症対策です。昨日一日ね、大変なことになりました。なので今日はね、マスクしていきます。てなわけで、星級リオレアです。2回目のリオレアですね。まあこれはサクッと倒しちゃいましょう。ポチ。もう武器レベルアップできます。しちゃっていいかな？いいとも。よし、やっちゃいます。
より楽に勝てます。ポチではレベルアップ。おお、あっさりレベルアップしちゃいました。次で終わりです。流玉のかけらもね、順調に溜まってます。最初ね、こんなに流玉のかけら溜まんないよと思ったんですけどね、溜まるもんですね。では倒しちゃいます。ポチポチ。どうやるんだっけやり方を忘れてしまった。こう来るよね、回転だから翼を打っていく。親指操作の飛行音が違うところを見せてやる。 OK、 方向、よいしょ、翼破壊で方向回避。 OK、 危ない危ない。OK、 ジャスト回避。やばいやばい、もう壁だ。OK、 倒せそうですね。 OK です、撃破です。若い方慣れてきましたね。すべて親指のおかげです。流玉のかけらは出ず。では受け取っていきます。ポチ、森林のモンスター。そんなこともあろうとね、森林地帯におります。ではやっていきます。というわけで5周目最後です。緊急クエスト、星級空の王者リオレウスです。倒すの大変だと思うんですけどね、チャレンジしてみます。もしかしたら一発で倒しちゃうかもしれない。どうでしょう。ゴー、長押しでスキップ。オッケー2回目はダメでした。もう火力的には倒せちゃいますねこれね。まあのんびりやりましょう。はい、もう一度チャレンジです。今回ちょっとね、無理をしない方向でいきます。命大事に。ポチポチ。こう待ちますね。回転、翼を打っていく。 OK、方向いつだっけ。この辺ですか。おお、人差し指でやってたよ。翼を壊していく。ダメだ。これでいっか。微妙に足らず。またギリギリ撃破です。流玉のかけらは出ず。結構ね、余裕持ってやりましたけど、余裕で倒せました。方向受けちゃいましたしね。まあ黒闇が強いんでしょう。いずれ他の武器でも戦ってみたいところです。まだその余裕はないです。とりあえず黒闇をね、10の5にしたいところです。受け取る。ああ、受け取ってしまった。やっちまった。いっちゃうのかこのまま。いやいやいや、まだ良かったけど、まだまだ大丈夫、まだ大丈夫。でもいずれうっかりね、受け取ってしまいそうな感じがします。とりあえずここで止めときます。6周目ちょっと悩みます。多分行っちゃうと思いますけど。というわけで、これで6周目に行ける準備ができました。この後どうするかは考え中です。ではね、またモンハンナウ動画でお会いしましょう。バイチャー。